皆さんこんにちは。改めましてリメイジです。今回は韓国で肌管理またやっていきたいなと思います。実は施術も終わった後なんですけれども、そんなにダウンタイムもなく、施術直後はちょっとあったんですけれども、気軽に受けられる今日は施術を受けてきました。ここのクリニック、リフトレーザー系が強いクリニックなんですけれども、リフトレーザーと合わせてジュベリックとか、あとポテンチャとかをやる方が多いです。で、ここちょっとマジでこの後みんなびっくりすると思うんだけど、びっくりするぐらいホテルすごい急いで施術を行うっていう感じじゃなくて、すごいまったり行うことができる、すごい日本人向けのクリニックだと思います。一番のお悩みをお伺いします。毛穴がすごい気になるんですけど、うん、はい、ということで今カウンセリングが終わりまして、すごいのが見て、トックスフィールすごいよ。これ洗面台が広くてめっちゃいいわ。クレンザーとハンドジェル、あとリップ、アイライナーのポイントメイク落としもある。ホテルすぎるやろ。今ね、個室に入りました。早速アクアピールから始まりました。アクアピールっていうか、このハイドロフェイシャルはね、ずいぶんやってない、もう1年ぐらいやってないんですけど、なんでかっていうと、前にも説明した通り、オーディナリーの美容液で賄っていたので、それがなくなって、そしたらまた黒ずみが悪化したので、今日やります。やっぱあれないとでまずいわ。あれがあるから、本当に今まで1年間アクアピールをやんなかったりするんだけど、あれがなくなってからダメになった。黒ずみも悪化したし、しかも電気毛布になってるから超あったかいの。ここやばいよ本当に。次パックです。寝ちゃうよこれ。ここ行くよ。ほら、すげえホテルやん。アクアピール結構時間短かったです。5分ぐらいかな、全部で。そんなには全部取れてない感じです。初めて。これ皆さんすごい、普通さ麻酔クリームってこうじゃないですか。これでなんか麻酔クリームになってて、初じゃないこれは。私この上から麻酔クリーム塗るのかなと思って、大丈夫かなと思ったら、なんか結構韓国のクリニックでせかされることがすごい多いんだけど、はい次、はい次、はい次みたいな。ここはそういうのが全くなくて、ゆっくり進めてくれるからすごいありがたい。もう世話しないから、結構韓国のクリニックって。ケンチャナよ、ケンチャナよ。シリンクのユニバースっていうので打ってくれるらしいです。ちょっと麻酔が効いてない感じがするか怖いけど、始めます。ケンチャナよ、全然平気だわ。全然痛くない。昔すごい痛かったですもんね。速度も速いし、痛みも軽減できるバージョンらしい。エンド、おー、まあ、我慢できる全然痛みなので大丈夫だと思います。一瞬だったので、シュリンクも。でもなんかすごい、もう打ったと直後から引き締まってる気がする。奥の筋肉がキューッと引き締まってる感じがします。この後に眉間とエラのボトックスを打ちます。약간이렇게、はい、이렇게인상시와옆에見てください。스프레이고요시술하기전에기대많이차가워요힘빼시고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 このクリニックのスキンケアがこう販売されているということで、ちょっと担当の方にお話を伺ってみたいなと思います。あ、薄い。普通のトナーパッドよりもめちゃめちゃ薄い。キメがすごいね、整えそうなパッドですね。引っ張っても全然ちぎれない。すごいこれ。あと人気なのがこのバームらしいんですけど、ちょっとこのトナーパッドが衝撃的すぎてすごいなと思ったんだけど、レーザー後のお肌に塗布するとパンテノールの効果や鎮静効果とかがあるという
ワセリンのもっと伸びがいいバージョンみたいな感じです。はい、ということで今施術が終わりました。さっきまですごいボコボコになってたんだけど、全然もうボコボコもならない状態です。はい、今日の夜からこちらのスキンケアを使っていきたいなと思いますので、スキンケアについても皆さんにご紹介をさせていただきたいなと思います。スキンケア紹介をしていきたいなと思います。特選フィルのスキンケア、いろいろ種類があるんですけれども、その中でも私がすごく気に入ったものを今日は紹介をさせていただきたいなと思います。このトナーパッドなんですけれども、他のトナーパッドと何が違うかっていうと、ほんとひたひたにトナーが中に入っているね。バリア機能と水分補給をしっかりとしてくれるんですけれども、トナーパッドって結構2種類に分かれていて、肌の角質を穏やかに除去した後にパックするタイプと、もうそのまま肌の鎮静効果とかで使用するタイプって2つに分かれると思うんですけれども、これは完全に肌のバリア機能、あとセラミドの補給になります。皮膚と同化するぐらい薄いのね。多分画像だとちょっと分かりにくいと思うんですけれども、こうやって貼ってしまうともう分かんないぐらい、全然分かんなくないですか。いくよ、こういう感じでさーって肌に同化する。分かんなくない？分かる。他社製品のトナーパッドも私今いくつか使用しているんですけれども、結構分厚いんだよね。鼻のケアがやっぱりできない。なんでかっていうと、分厚いから落ちてきてしまうんですよ。フカセラミドトナーパッドはこんな感じで薄いので、半分に折りたたんで鼻にピタッとくっつくんですよ。振っても全然落ちてこないので、かなりこう密着感のあるトナーパッドです。日本にいる時も私はよくそのクリニックのスキンケアっていうのをすごく好きで、結構取り入れたり使っていたりしてたんですけれども、韓国のこのトクセンフィル、本当に韓国ナンバーワンの認知度って言われているクリニックなんですけれども、ここのクリニックのスキンケアすごく本当に良かったので、今度ねこのまた韓国に行った時にリピートしようかなと思ってます。その他に良かったのがこっちですね、バーム。肌刺激が結構強いものの施術をした後にこれを塗るとすごくね、あの鎮静効果というか肌の回復力が早いんですね。バームのねテクスチャーを見ていただきたいんですけれども、結構こっくりとしているんですよ。こちらはパンテノールバームというぐらいなので、パンテノールとかアラントインとか鎮静効果、そして水分補給をしてくれる、肌のバリア機能を高めてくれて、なおかつ美容施術の後に鎮静効果もあるので、今ねバームこんな感じでつけ終わったんですけれども、正直ねこれねちょっと結構ベタベタ感というか、まあペタペタ感はするんですけれども、私は結構このペタペタ感全然嫌じゃないタイプなので気にならないんですけれども、オイリー肌の方とかが使うとちょっとこのペタペタ感が気になるかなっていう印象はあります。でちなみにこの特選フィルのシリーズは敏感肌でもご使用いただけますので、特に敏感肌の方とか乾燥肌の方がご使用していただくと効果実感は得られやすいんではないかなと思います。引き続きこのバームは私のリピートコスメに入れたいなと思います。これ気になったなっていう方いましたら、施術を行わなくても購入することができますので、ぜひあの特選フィルカンナム店に足を運んでみてください。今回は赤ピーリング、ボトックス、そしてシュリンクを行ったんですけれども、特に私が良かったなと思ったのがシュリンクですね。この韓国に来てフェイスラインの強化っていうのをさせていただいたんですけれども、すごく効果実感がやっぱり高い施術でした。シュリンクとかあのリフトレーザー系っていうのはやっぱり定期的に打つことですごくね効果が得られるんですけれども、韓国に滞在している約3ヶ月間定期的に打っているおかげで、すごくねフェイスラインが整いました。年齢とともにやっぱたるんでるんだなって改めて感じた施術。私20代前半の時にシュリンクとかウルセラとかやったことあるんですけど、全然効果が分からなかったんですが、今回まあ30代を超えて今施術を10年越しぐらいに行ったらすごく効果がやっぱり分かったので、やっぱそれだけねちょっとたるんでるんだなって改めて感じた施術だったんですけれども、本当20代の頃の自分のようにすごく皮膚があのキュッと締まった感じになったので、大満足の施術です。まあ、これに関しては私この後にウルセラっていうものも併用して打っていますので、あの特集で皆さんに動画出したいなと思っていますので、参考にしていただければ嬉しいなと思います。ということで今日の美容施術の動画、皆さんいかがだったでしょうか。ホームケアも含め試していただきたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしてください。ありがとうございました。
ってくれて。